これほどの強者が一堂に会するなど、まるで白昼だ。そう思えばホテルが必要。違うかな、魔の友よ。クジャクは世の将棋より降りてから物を言え。中ではすでに始まっておるか。出遅れたようだな。狙うわ。誰の首だ。ああ、もう稼ぐ力でいっか。ここまで来たらもう引き返せはしない。それがし徳川家康、早朝の名のもとに参陣つかまって来たな。絆の子、ぜひたどり着いてみせてくれ。余は本陣にてまとう。さあ来い友よ。今が好機ぞ。力で畳みかけるのだ。お任せを。さしは決めた。この両腕を精一杯広げると。所詮は糸竹か。じれたが末に伊佐を求むるなど血が濃くないぞ。やはりその方も人の子だな。まるで我が子を眺めやる男親のごとくだ。徳川、あの裏切り者が。よりにもよって帝と魔王を追い詰めた今、この時に。うろたえるな。我が軍はこの場にて家康を迎え撃つ。うつけ二人の組み合いだが、好きにさせておけばよい。よい。愚かな王がもたらす布告、そして強兵、我が正すはそれのみよ。所詮は猿よ、偽りの王。時かな。あえて言う、もう一段上の猛者を置くべきではないかな。粛清の手間も省けた。クルスの会にはことかかぬわ。皆の者、我らが魔王様を信じよう。今なすべきは猿の軍勢を打ち払うことよ。総力を持って世に当たらなんて、その豪華ミス。よく言う。弱兵はいらぬ。我が軍より猿。集いし者らのすべて小物よ、あざけり一つもは気もせぬ。さて魔の子、ここで油を売っていてよいのかな。まぐなかと秀吉殿。こう第五の曲とかかるか。手始めに我を選んだからには覚悟はできていような。貴様つかぬ、我は腐ぬ。お前今からぐちゃぐちゃになるけど、いいよいいよね。いずれ我が拳で砕いてみせよう。なればこそ世の全き友である。そうか、お前が秀吉殿、力を超えてみせたのか。知りたいな、何によってそれを果たしてみせたのか。徳川は、お前は普通力通鈍通頭痛心痛必要あらゆる痛みで悶絶しろ。いいぞ、その剣とやら受けてやる。だが受け切った後はお前を殴る。どうなんだか。力には誰も侮れない。いや違う、絆は
不滅だ。試し者、マジし者、そのいずれもが過ちぞ。答え無のよ。そはホトトギスをいかんとす。よよ、制する夢に溺るか。来た来た。絶対文句。くそまらしく。こいつもこいつもアホアホアホ。天の海よりはるか先、それこそが世のありかなり。おお、引かせしすぐるよ。次なる幕も間近ぞ。来た来た。不審だな。三つものすぐるが揃い踏み、何故に世は一人なのだ。求めずしていでし太陽の者よ、その方こそが世を癒やちことしてくれるのか。絶対文句除けすか。いいんじゃない。まだ終わらぬとも。防ぐのかわすはその方次第だが、逃げてはくれるなよ。天下のみさ、薄室どもにくれてやる。だが俺様の獲物は誰にも渡さない。ああ、熱い熱いぞ。ありがとう友よ、忘れん記憶よ。あれあれあれ、どこ行った。まったく、デクの相手するのはほんと疲れるね。ねえ。